ディディエク・ロード・デシャンは、フランス・バイオンヌ出身のサッカー選手、サッカー指導者。現役時代のポジションはミッドフィールダー。2012年7月8日より、フランス代表監督。1989年、対ユーゴスラビア戦で、フランス代表デビュー。将軍・ミシェル・プラティニー退後、低迷を続けたれ、ブルーの不動のレギュラーとして奮闘した。 1996年の欧州選手権でベスト4に終わったことを受け、当時の代表監督、エメジャケは、全幅の信頼を置いていたデシャンに首相を任命。1998年、地元開催のワールドカップにおいて、デシャンは、ピッチの内外でチームを牽引、決勝でブラジルを3-0で撃破したフランス代表は、ついに栄冠を勝ち取った。その後フランスは、 W 杯優勝から2年後のユーロ2000も制覇。ワールドカップと欧州選手権優勝という、スーパー W を欧州で最初に達成したチームとなった。デシャンはこの快挙からほどなくして、代表を引退。フランス代表歴代4位の103試合に出場、キャプテンマークを巻いて出場した、試合数は56試合で、プラティニの50試合を上回る。クラブレベルでは、 マルセイユ在籍時に2度の国内リーグ優勝。1992から93シーズンには欧州チャンピオンズカップを制覇した。1994年に強豪ユベントスに移籍した後はさらにタイトルに恵まれ、3度のスクデットをはじめ、1994から95シーズンのコッパイタリア。1995の96。 シーズンには自身二度目のチャンピオンズリーグ制覇。1995年のトヨタカップではアルゼンチンのリーベルプレートを破り世界一となった。その後デシャンはイングランドスペインのトップリーグを渡り歩き、2001年シーズン終了をもって選手生活に終止符を打った。フランスに戻ったデシャンは休む間もなくフランスリーグの AS モナコ監督に就任。 一年目こそ会に甘んじたが、二年目の2002から03シーズンには2位に大躍進。それを受けて出場した2003から04シーズンのチャンピオンズリーグでは、並みいる強豪を打ち破り準優勝という快進撃を繰り広げた。しかし、2005から06シーズンの出だしにつまずき、9月に解任。2006から07シーズンからは、 自身の古巣でもあるイタリアのユベントス FC の指揮を取ることになった。しかし、同クラブは2005から06シーズンの審判などに対する不正疑惑によってセリエ B 降格さらには勝ち点のマイナス状態からのスタートという厳しい処分が下され、それに伴う主力の選手の大量流出も予想されるなど厳しい局面での舵取りを余儀なくされたが、結果的には、 首位で昇格させることに成功。しかし優勝が決まった試合の直後、突然辞任を発表した。原因は、フロントとの圧力など、様々な憶測が飛び交った。その後、デシャンは、インタビューに答え、当時、私とクラブの間では意見の相違があった。信頼と平穏に欠けた状況で、優ベと共に前進することは困難だった。と語った。しかし、 対談を後悔しているという発言も交えた。2009から10シーズンからは、フランスのマルセイユの監督に就任し、リーグカップ優勝で18シーズンぶりのタイトルを獲得すると、勢いに乗りリーグ優勝も果たした。2011から12シーズンは、チャンピオンズリーグでベスト8入りし、またリーグカップ3連覇を果たしたものの、リーグ戦では低迷。 シーズン終了後の2012年7月にマルセイユ監督を辞任し、同年7月8日、ローラン・ブランの後任としてサッカーフランス代表監督に就任した。2018年 FIFA ワールドカップにおいてフランスを1998年以来2回目の優勝へ導いた。選手と監督の両方でワールドカップを制したのはマリオ・ザガロ。 フランツ・ベッケンバウアーに続く史上3人目。1998年から2000年にかけてのフランス代表の黄金期を支えたキャプテン。174センチメートルとサッカー選手としては小柄ながらマラソンマンと呼ばれるほどの豊富な運動量と卓越した戦術眼で中盤を支え、ピッチ内の監督としてチームメイトを鼓舞し続けた。UEFA チャンピオンズリーグ。 UEFA 欧州選手権 FIFA ワールドカップを制している。中1フランスサッカー連盟は2000年8月16日に行われた FIFA 選抜戦を国際 A マッチとして認めている。クラブ代表クラブ代表、ありがとうございます。